こんにちは、加藤咲です、もう夏も終わってきている頃になるので、そろそろですね、帯揚げとかいろんな小物類も洗濯とかしたいなって思う頃かと思うんですけれども、結構帯揚げとか絹でできてるものが多かったりするんですけど、あれ結構なんか汗でびっちょびちょになっちゃったりとかしますよね。びちょびちょになった帯揚げ、とりあえず乾かしたけど、なんか本当にこのまましまっちゃって大丈夫かなっていう風に、不安になる方も多いかなと思います。絹の帯揚げに関して、お家でベンジンを使ってドライクリーニングができますので、今日はそのやり方をご紹介していこうと思います。はい、じゃあね、早速やっていくんですけれども、まず用意するものは、瓶ですね。必ず蓋付きの瓶を用意してください。何でもいいです。ちょっと口が広い方がいいですかね。で、ここにね、帯揚げを入れます。軽く畳んだ帯揚げをポンと入れてください。はい、帯揚げを入れたら、この半分くらいまでベンジンもしくはリグロインを入れていきます。はい、ベンジン入れていきますね。必ずね、換気しながらやってください。換気しながらっていうと結構ね、結構使うんですよね。だからまあこんぐらいでいいかな。3分の1ぐらいしか入ってないけど、結構びちょびちょになったんでいいかなと思います。で、これを蓋をして、シェイクです。はい、1分ほどシェイクをしてください。1分ほどシェイクができたら、軽く絞ってタオルの上に、出していきます。で、肌が弱い方はゴム手袋とかしてくださいね。そしたらですね、タオルでこう余分な水分を取ってあげて干していきます。で、必要であればアイロンがけをしてあげてください。アイロンをかけるときはスチームアイロンとかでちょっと浮かせた状態でこうかけていくような感じですね。なんかこうギュッてゴシゴシかけるんじゃなくて、なんか蒸気でこうシワを伸ばしてあげるようなイメージですね。基本的にはやらなくてもいいかなというふうに思います。まあ、このまま、しっかり乾いてくれれば、ドライクリーニングの完了です。はい、こんな感じでですね、ベンジンまたはリグロインを使ってお家で帯揚げとか、あと帯締めも全く同じようにドライクリーニングができます。まあ、できるんですけれども、これね、やっぱちょっとね、生地が傷むんですよね。絹独特のこう光沢感がちょっと損なわれてしまったりとかするので、できればね、紹介したんですけど、できればあんまりやりたくないです。まあ、なのでこれをやる時っていうのは、もうなんか本当どうしても結構汚れてしまったっていう時、もうなんか光沢多少失ってもいいからなんか綺麗にしたいっていう時にしていただければいいかなと思います。ということで、ベンジン、リグロインを使った、帯揚げのドライクリーニングの仕方についてご紹介をしました。期間限定の咲式着物美人メソッドを開催中です。今だけ、無料で公開をしてますので、ぜひ下の説明欄から、ご登録よろしくお願いします。